エドワード・ド・ノバンは、アイルランド在住のイギリス人の著述家、博物画家、アマチュア動物学者である。多くの博物書を執筆した、アイルランド王国のコ区で生まれた、熱心な博物標本の収集家となり、探検公開で集められた標本をオークションで購入した。ロンドン銀ネ協会と、ウェルネリアン自然史協会の会員となり、ロンドンのコレクションやライブラリーを閲覧することができた。 個人博物館を多くの収集家が開設した時代で、どの番も1807年にロンドンに研究所を開設し、数百の鳥類、哺乳類、爬虫類、魚類、軟体動物、昆虫、産後、その他の無脊椎動物の標本や植物標本を展示した。博物関連の著作で成功し、多くの著書を出版した。著書には、Natural History of British b r s ナチュラルヒストリー・オブ・ブリティッシュ・インセクツ、ナチュラルヒストリー・オブ・ブリティッシュ・フィシーズやニカンのディスクリプティブ・イクスカージアンス、スルー・サウス、ウェールズ・アンド・マンマサ・シェア・インザイヤー1804、ホープリ・シーリング・サマーズやビューティーズ・オブ・フローラなどがある。またエイブ・ラハムリーズによって編集されたサイクロペディア、または諸芸諸学の百科辞典に貝類、昆虫などの記事を書き、図版を作った。 また自らの白植物がの鹿かを作成した。最も有名な著作は、中国の昆虫の自然史害説と、インドの昆虫の自然史害説、ニューホランドの昆虫などである。どのン自身は海外に最終旅行に出ることはなく、ニューホランドの昆虫の標本は、ジョセフ・バンクスやジェームズ・クックの第2回と第3回公開に随行した、天文学者、ウィリアム・ベイリーの収集品であり、 昆虫学者のドリュードルリーや他の収集家も加えられた。オーストラリアの昆虫はオーストリアの昆虫を扱った最初の著作であった。図版は下書き、エッチング、手彩色のすべて工程を自ら行い、蝶を描いた図版の大部分は珍しい植物と共に描かれた。中国の昆虫に関する著書はイギリスから新国への初の施設を務めた。 ジョージ・マカートニーから標本と資料を入手した。インドの昆虫の標本や資料の入手元は不明であるが、インドの昆虫を扱った最初の博物書となった。高価な標本の購入や、どの番に言わせると、悪徳出版社との取引によって、またナポレオン戦争の後のイギリスの経済の衰退によって資金を使い果たし、1817年には博物館を閉鎖し、 1818 18年にはコレクションをオークションにかけることになった。出版は継続したが、財政状態は悪化し、1833年には出版社と書店を相手に訴訟を起こした。訴訟も成功せず、困窮のうちに没した。ありがとうございます。